今朝早く佐賀県吉野狩町の団地の敷地内で10代の男性が倒れているのが見つかり、搬送先の病院で死亡が確認されました。警察は自殺や事故の可能性を視野に調べを進めています。警察によりますと午前6時前、神崎郡吉野狩町の団地で顔面から出血し人が亡くなっているようだと近くに住む男性から百刀番通報がありました。 警察が駆けつけたところ、4階建ての団地の敷地内で男性が倒れていて、すぐに探し市内の病院に運ばれましたが、頭を強く打っていて、まもなく死亡が確認されました。搬送した消防によりますと、18歳の男性とみられるということです。警察は自殺や事故の可能性を視野に調べを進めています。